サッカーを愛してやまない水。歓声に応える笛の音とともに今ボールが蹴り出されます。正面から見て右にいるのが韓国、左にいるのがナイジェリア。早野さん、この試合注目すべき点はどこにありますか？はい、私が見た感じでは両チームの間にそれほどのレベルの差はないと思います。あとは勝利への気迫が問題じゃないですか。決めさせない。前に出します。さあシュートチャンス。さあドリブルで上がっていく。前に送りました。ボールを下げ、もう一度攻めのパターンを構築します。少し押され気味ですね。このままではいけないと思います。右へ送ります。右へパス。右へ出します。前に出します。さあどこにパスを出すのでしょうか。最後は誰で来るんでしょうか。前方にパス。右へ出します。韓国ボールをカット。8番ドリブルで上がります。パスが主体のサッカーだから、こういったドリブルも大切ですよ。前に送った。一気に行くか。前に出した。シュート。キーパー前進でゴールを。ゴールゴールゴール。前半戦終盤、韓国ゴール右隅に。さあ再びキックオフです。左へ出します。前にパス。右へ出します。ナイジェリア、ゆっくりと攻撃を仕掛けます。柔らかなボールタッチですね。前に出します。さあ自ら攻め込みます。左へ送ります。つながります。中の様子を伺います。早いドリブルですね。ゴールラインを割りました。このコーナーキック、点に結びつけることができるのでしょうか。右へ。45分の前半戦が今終了しました。後半の開始です。まだまだ勝負はこれから。追い上げ可能な点差です。ここからどういった展開を見せるのでしょうか。パスが主体のサッカーだから、こういったドリブルも大切ですよ。前に出します。通った。グローブロット。キーパーボールを抑えます。あれではキーパーに取ってくれと言ってるようなもんですね。ナイスセーブ。ゴール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 。後半戦序盤、韓国。ナイジェリア、キックオフで試合再開です。左へ。グローブロット。キーパー難なく抑えました。シュートが正直すぎました。さあドリブルで上がっていく。もう一度立て直しですね。右へ。このロングパスは通らない。一気に行くか。左へ送ります。グローブロット。決めさせない。ゴールを捉えることはできませんでした。外れることを恐れてはいけませんよ。もっと打っていくべきですね。シュートに威力がありません。キーパー楽々キャッチです。コースは良くても、この威力ではゴールは難しいですね。右へ。7番ドリブルで上がります。最後は誰で来るんでしょうか。シュート。シュート。これは外れました。威力は十分あっただけに非常に惜しいシュートでしたね。ここで流
Thank you.